韓国と北朝鮮はいつ南北統一すると思いますか。と20年以内にはした方がお互いに得なんじゃないかなと僕は思っています。でなぜそれを言ってるのかというと、あの中国が北朝鮮もしくは韓国に対して手を出し始めた時に、それに対抗しようとした時に、韓国は北朝鮮の核というカードを持ってないと対抗不能になっちゃうんですよね。あの韓国ってあの在韓あの米軍基地を追い出したりとか、そこまでそのアメリカと仲良くない部分があるんですよね。一応仲良くしたいって言ってる時とかあれば、お前ら出てけって言ってる時もあってっていう、まあその政権によってちょっとそこの温度差はあるんですけど、とはいえその中国が手を出した時に韓国だけではやっぱり勝てないんですよね。でアメリカ助けてくださいっていう時に、あのトランプ大統領がアメリカの大統領だった場合に、いやーまあでも東アジアのことは東アジアでやっちゃってくださいよ、俺たちあなたたちのために死にたくないですからっていう人なんですよね、トランプ大統領って。なのでそうなると自前で中国に対して対抗しなければならないという形になってしまうので、その時に北朝鮮の核があるかどうかっていうのは結構重要なんですよね。もちろんあの日韓米で合同訓練をやってますよ。ただそのアメリカという国はバイデンさんの場合は世界の安定は大事だよねって言ってるんですけど、そうじゃない人が突然大統領に2年後なるかもしれない国なんですよ。2年後だよねっていうのがあったりするので、なのでその軍事力として核は大事だよねっていうところで、で韓国も今経済そんなに良くなってない、あの良くないんですけど、その北朝鮮と組むことで北朝鮮のあの結構地下資源あるって言われてるんですよ。山が多い国なんですけど、で山って掘ると希少資源が出ることが結構あるんですけど、そこら辺のその開発のお金がないので、北朝鮮にどういう資源があるかっていうのがあんまり分かってないっていうのがあるんですよね。なので韓国と組んでそこら辺の技術を入れて、で北朝鮮の安い労働力で努力をする人たちっていうのを使うと、その5年10年はその統合にちょっと時間かかると思うんですけど、統合した後にめちゃめちゃ強い国になる可能性があるんですよね。その西ドイツと東ドイツが合併した時にやっぱり経済悪くなったんですよ。東ドイツに足引っ張られて。でも今ではヨーロッパの中ではドイツは一番成功、経済的に成功している国なんですよね。なのでその安くて努力をするあの労働者っていうのと、その高い西側の技術っていうのが手を組むと、やっぱり時間が経つと強くなるよねっていうのもあったりするので、なので長期的には合併した方がいいよねっていうのは多分お互い分かってると思うんですよね。南も北も。なので20年以内にはやるんじゃないかなと思いますけど。